おはようございます。みんなおはよう。おはようございます。朝からありがとうございます。アイロンだけ頑張ったんだ、ストレートに。とりあえず楽しみ、ありがとう、嬉しい。おはようございます。すいません、すっぴんで遅くなってごめんね、みんな。か、いた、うわ、ちょっと待って。うわー、ヘルペース、うわ、マジか、ヘルペスできた。ここちょっと腫れてんの見える？腫れてんの見えますか？ここ、ここ見えるかな、ここ。ヘルペス。できた。ハバーができた。うるさいな。晴れてても可愛いです。いただきましょうよ。ちょっと待って、みんな。化粧水と乳液を持ってきました。あ、いや、別にヘルペス見せなくていいからね。だって見せてあげないよ。今本当に今かゆいと思って買ってやったな。そしたらなった。見せちゃってる。皆さん朝からありがとう。じゃあちょっと化粧水と乳液をしていこうと思います。昨日は何時寝た？3時前かな。でもなんか夢見て今日。その夢ちょっとマジ聞いてほしいんだよね。そう、その夢がなんか、お仕事はアルビさんのお仕事だったので、これから実況みたいな、あ、実況じゃない、なんかそのこの前みたいにイベントのと、あ、試合の途中に曲披露みたいな感じだったんですよ、ありがたいことに。で、めっちゃ楽しみだねってなってた。そしたらなんか楽屋が広くて、で、なんでこんな楽屋広いんだろうねみたいな、メンバーとね話してたわけ。そしたら、おはようございますって入ってきたので、誰が入ってきたんだろうと思ってさ、選手かと思うじゃん。違うんですよ、 NGT のスタッフさんが同級生になって入ってきたの。それが諏訪さんとか、まあ、マネージャー M さんとか H さんとか
いろんなスタッフさんが同級生で入ってきて、おはようございますみたいな、でえみたいな、でもこっちみんな知らないの、初めましての程度で、私だけ気づいてるの、えマネージャーじゃんみたいな、マネージャーじゃんみたいな、そう私だけ気づいてて、でもなんかよくわかんないんだけど、そのもうさ嫌なんだよな、言うのも言うのも嫌なんだけど、諏訪さんがなんかじゃあ合コンっぽくしようぜみたいな格好でね、そうじゃあここ合コンっぽくしようぜみたいなことを言って、席をそうなんか対面にさせんのよ、でマジやじゃん普通にマジで嫌なやつじゃんそんな、でまあでもなんか、ね、もすごい仲いいみたいな体だったんだよね最初から、仲いいクラスメートみたいな体だったから、なんか割と、ゲームとかボケ倒してみたいな、でなんかね一人見たことない人がいたの、でもそいつもなんか同級生みたいな体だったんだけど、なんか諏訪さんはね誰が好きだったんだっけな、レーナだっけ、いや違う、一人のマネージャー M さんがレーナのことが好きみたいな感じだったので、とね H さんがねすぐのことが好きみたいな感じだったんだよな、そう、それで諏訪さんが、諏訪さんがカリちゃんかで、なんかすごいカリちゃんにアピールみたいなしてて、それで謎にそのなんか誰か知らん人、本当に誰みたいなめちゃくちゃ悔しく覚えて、そうなの、朝起きる直前だったその夢みたいな、誰みたいな人が私のことが好きだったんだよねめっちゃ、なんかちょっとはっちゃけるけど、なんかそんな一番先頭に立ってふざけるタイプでもなく、そう、それでなんか席順決める時とか隣をキープみたいな、そう男性陣が隣をキープ好きだから、でそんなんさ私もう誰か知らんしさ、そ私のことはもうどうでもいいんだけどさ、嫌じゃん普通に、マネージャー陣がさメンバーのこと好きでさ、しかもメンバーの隣を狙ってるっていうかさ、そうなんかドギマギしてるのみんな上すで家で起きようと思って起きた、そしたらアラームがちょうど鳴りました、すごくない、でマジで嫌だったんだよね、アニオンチャルチネやチャルチネさよ、マジで嫌すぎて起きようと思ったらアラームと同じタイミングでした、マジでもう一生見たくないあの夢、なんかそのスタッフさんたちが仕事仲間っていうあれだからさ、そのなんか男を出してきてる感じが嫌で、でしかもメンバーもちょっと女出すんだよね、それが本当に嫌で、起きた、見てらんない、どうしよう起きるしかない、何が飲むのポーシッタ、なんでポーシッポよ、
オンゼ売り、まあ、マンナーよ。それは見てらんない。だよね。起きれてよかった。いや、でもね、すごい。タイミング的にはバッチリだったのね。びっくりしたんだよね。夢だと気づいて、私、夢を夢って分かるタイプです。時々いるよね。そのタイプ。だから、見てるときに、あ、これ夢だなって分かるタイプ。どこで目が覚めた？嫌だって思って起きた。え、最近のみんなの夢聞きたい。でも嫌だな、そんな夢でさ、なんか、あなたは恋愛感情が出てるみたいな夢占いとか、マジで嫌だ。泣きたい。愛すぎてるんだと思う、この期間で。なんか夢にまで出てくる。夢で好き放題しようだ。あ、ある。窓ガラスとかめっちゃ割りまくってたことある、夢の中で。バット持って、野球のバットすら持ったことないのに、家でやってました。続き見たいと思って二度寝すると見れるタイプ。わかる。私もノイさんとデートしてる夢見たことある。マジで？どこ行ってたの？教えて。夢か。夢占いめちゃくちゃ、わかる。夢占いはマジでめっちゃ調べるよね。イルボの、カミョン、ノエ、マンナ、ロ、カエルケヨ。約束けよ。日本に来たら、ノエに会いに来るって。約束けよ。困るよ。じゃあ手つないでたんだって、夢でデートで。 じゃあどこに行ってたの？覚えてないんでしょ。星の夢は人間関係がうまくいくという暗示。何星って。心が荒れてましたか？そうかもしれない。心が荒れてってスタッフさんたち出てきたのかもしれない。寝不足で幻覚をよく見るけど、あ、これは幻覚だなってわかる。幻覚はマジで見ないな。夢で泣いてて呼吸苦しくなって起きたことある。絶対現実でも泣いてるやん。ねえ、こきだる。あ、こ、約束けや。きだるよ。おまんよ。なあ、パリ真ん中しっぷにか。あ？うん、パリ真ん中しっぷにか。パリパリ。What you say？ 遊園地だって。 遊園地にもいろいろあるよ。ディズニーとか、東武動物公園とか。映画とか見てから寝るとその夢見る。それはないな。それマジ経験してみたいんだよね、死ぬまでに。おはようございます。トイレの鍵が全部閉まってる中、閉まっていて中に入れなくて探し回る。それ絶対トイレしたかったでしょ、寝てるとき。ね、階段から落ちる夢とかよく、わかる。私もジェットコースターから落ちる夢みたいだ。寝る前にやってたことの拡張版が、膨張？なんとか版が夢になることが多いかな。
私は違うな、もう全然。なんかでもね、夢のストーリー自分で作るんだよな、いつも。どうしようかなと思って、あ、こうしようってなるんですよね。職場着いたら行ってきます。行ってらっしゃい、頑張って。セリフ覚え、全く覚えてないの。舞台の公演日当日迎えてパニックる夢を定期的に。おお、自分自身に活入れてるって感じなのかな。私は、あ、でもそういう夢ってマジ焦るよね。いつもいいところで起きてしまうのが悲しい悲しいよね、夢って夢なんだもん。君の夢ならいつまでも見ていて。おえー、お話し会とかやった後とかたまーにのえちゃん出てくる。おー、全然そういうのないんだよな。ビスイベントの時毎日めっちゃのえの配信見たからか、夢でのえが出ました。もう悪夢やそれは。仕事に遅刻する夢よく見る。わかる。私の人生初めて日本旅行なのを起こします。絶対来てね。怖いですよ。最近見ためっちゃいい夢は山田誠司とドライブして富士山行って。おお、富士山。山田誠司セレクト。ワンチャンあるな、富士山は。なんか私が誘えば大体来てくれるかな。私が会いたいって強く思う人が結構夢に出てくる。それで好きな人が出てきたことがあるんじゃないの。私昨日ね、朝から 20% ぐらいで1日過ごした。 iPhone の充電。28ってマジ携帯使わないですよね。が余裕だった。たくさん動いて疲れた日って怖い夢を見る。マジで？アイライン長すぎた、長すぎた、長すぎた、長すぎた。のえちゃん出てきた。嬉しい。新潟の女だって。この間なんですか、突然約10年前の元カノが夢に出てきたね。うわ。突っ込みに行く。突っ込みに行く。未練たらたらなんじゃないの。10年間思い続けてる彼女いいんじゃないのそれ。2回目のワクチン打つけど、ワクチン打って今月出して夢を見た。ビビっとるやん。体の底からっていうか、もう心の底からビビっとるやん。家族と食事してる夢だったのに、その中にノイがいて嬉しい感じ。なぜここにいるの感じでした。確かに毎日配信して会ってるからかな。家族になっちゃった。家族になろうよ。今までの彼女全員永遠に思い続けてます。あなたを包むすべてが優しさで溢れる
ように切な。寄生虫に顔面潰される夢みたい、まあ、マジで怖いやつやん。なんかさ、夢で見る自分ってちょっとさ、補正かかってない？可愛くなってるよね。わかる？夢で見たら可愛いってなる。なんか鼻高いみたいな感じで、朝期待して鏡見るとマジでブス。マジでブス。でも推しって絶対夢に出てくるよね。マジわかる。ももクロンさんめっちゃ出てきてたもん昔。いやめっちゃママに話し、今日ねももクロがね夢出てきてねってめっちゃ話してたわ。あとなぜかわかんないんだけど、ママがすごいキムタクさん好きで、すごいママも自慢してた私に。ふさふさになってる夢はたまに見る。今もふさふさでしょ。誰も言ってないんだよ。でもふさふさでしょ。なんか朝から配信ありがとう、お仕事行ってきます。ノイジもはーい、行ってらっしゃい、頑張ってください。もう30分も配信してんの？まあ25分か、私の場合は。早い。あっという間や。ノイさ、めっちゃ最近思うんだけどさ、誕生日おめでとうの LINE 既読無視って何？ガチで。私の友達、まあ、いるんですよね、そいつ一人。マジでさ、スタバクしてやろうかなと思って。いんのよ。やばいっしょ。やばいよね。いやでもめっちゃ仲いいの。あ、間違えた。間違えた、ブラシ。寝ぼけてる。いや、めっちゃ、うん。でも仲良すぎて、いつもなんかそういう既読をするとか普通にする仲だからあれなんだけどさ、誕生日だよ、おめでとう言って既読後でいいかってなる。まあ確かに仲いいって、そっか、認めた、私は認めた。もう女神、私は女神です。何よしに言えよ。誕生日、あ、実は違う。へぇー、磯田怖い、私めっちゃ怖い話やん、朝から。1週間ぐらい前なんですけど、誕生日おめでとうって言うと、で、普通に LINE もして、今でも分かる、仲いい人ほど後回しにしちゃう。マジで分かる、忙しい時とか返信しないよな。私も仲いい子に来月あたり会おうって、会いたいねってなって、うんとかで終わらせちゃうよね、仲いい子って。今日はそんなに書かなくていいかな。ちょっと待ってね。いやちょっと私さ、さっきから思ってること言っていいですか？ちょっとガチお腹痛いんですよね。さっきから実は思ってること言っていいですか？さっきからガチお腹痛いんですよね。本当に。これは
32分でしょ、35分までお花摘みに行ってくる時間していいですか。みんなはその間に朝ごはん、いやいや理想のクリスマスデートをちょっと妄想しててほしい。お願い本当にいいですか。理想のクリスマスデートっていうお題が出てるので妄想しててほしい。本当にごめんなさい。ちょっと行ってきていいですかね。すいません、もうすいません。ただいまんぼう。本当にごめんなさい。今年のクリスマスはコンビニケーキと冷めたチキンを食べる。コンビニケーキ冷めたチキン完璧ではないけど、今年のクリスマスも帰りに半額チキンを買って一人パーリーナイト。クリスマス一人かな。じゃあノイピがお題出します。好きな人がいます。よし、好きあお題ですよ。好きな人が、私が好きな人いますみたいな。ちょっと好きな人がいます。それで、ね、クリスマスね、付き合ってたらさお家でご飯とかできるじゃないですか。でも付き合ってないの、でも好きな人とクリスマス過ごすの、そしたらどこに行く。これむずいね。意外と付き合ってないからさ、そんな簡単にお家行きたいとかは言えないじゃん絶対に。それでクリスマスでも過ごすことになりました。来年結婚予定。おお、おめでとうございます。楽しみやね。宅に力が入んないんじゃない、お仕事に力が入んないんじゃない。おめでとうございます。楽しみやな。そんな、ねえ、好きな人がいて、でも「どこに行きますか？」って、これむずいのよ。意外と意外とどこか分かんないんだけど。結婚するけど相手も NGT を置いてる好きなのに病死に変わる。おお、すごい、大人かもですか。やるなあ。ご飯を食べに行く、あーいいね、王道ですね。あとは知り合いのバーでパーリー。確かに、でも知り合いに知られていいの。私は確実に付き合ったりとかしないと言いたくないタイプ。多分中学の頃そうでした。大人になったら違うかな。ボーリング、ボーリングか。予想外。私、そうね、焼き鳥飲みに、お膳立てしてもらう、まあマジでそうだね。確かに焼き鳥飲みに行く、いいね、駅前ですね。新潟駅前ですね。
好きなことをすぐ周りにバレ、まあ確かに。でも私は言いたくないタイプ、秘密にしたいタイプ。じゃあ朝ごはん食べます。朝ごはんはじゃん、ぶどう。これ実は昨日の夜食べたんですよね。での残り。韓国のクリスマスはカップルだけの日の感じだから、先に予約しないし食事もたい。そんな感じだよね日本も。まあでも各国ほどじゃないかな。いただきもう。私はドライブかな。で目的地が映画だから、ドライブして映画見てまたドライブみたいな。私ドライブ本当に好きなのね。もうなんなら自分で運転したいぐらいなんですけど。ドライブの映画って、ドライブで映画っていつもでしょ。私もそう思うけど、でもドライブだったら夜景も見に行けるしさ、まあ普通の時も行けるけど、なんかそこまで変える必要ないのかな。そうそうそう、クリスマスってだけで特別だから。だからご飯はコンビニとかでいい、あとはテイクアウトのお店とかそういうのでいいです。ドライブスルーとかマックとかで。うん、どう、みんな違うね。みんな違うね本当に。じゃあ体が持つか心配。あードライブ中にね、わかる、それはマジわかる。でも私は、私が喋ってもいい。いやでも嫌だな。いやどうなんだろう。わかんない、マジわかんないんだよな。そこら辺会話持たないってことあんのかな。まあ持たなくてもいいと思うけどな。でもガチわかんないのよな。なんか 笑っちゃった今は、わかんなすぎて。音楽の趣味があれば会話なくても楽しそう。確かに。もうクリスマスソング聴いてるもん NGT メンバー。荻もこの前楽屋でメリクリ流してたし、この前山ここ公演の時もサイレントとか聴いてました。セカオワの。もうね、何でもバレンタインじゃねえ、クリスマス仕様ですね。もう私たちの気持ちは。私はね最近聴いてるのはクリスマスエナジーって曲聴いてるかな。一応暖房つけます。冷凍のもの食べてたら寒いわ。
音楽ね、曲の趣味合えばいいよな本当に。それは大きいですよね。でも壁山エイジで実は今年ある予定があって、それがクリスマスの日の夜に3人で過ごさないっていう予定なんですよ。でクリスマスに寂しい女子たちは夜に何をするのか検証しようっていう企画を、企画っていうか検証しようってなってて、そうだからクリスマスの夜私お仕事なかったら一人で寂しい時間なんですよね。めっちゃおもろくない？どういう企画？だからそれぞれで過ごす、それぞれでまあ違うメンバーと遊ぶのもありだし、本当に一人であれするのもありだし、まあ配信してもありだけど、寂しい思いもすんのかな。クリスマスなんてなければいつも通りの、何にも変わらない夜なのに、せいやのなんだっけ、わかんないクリスマスの曲だとしたら何ですか、みんなのクリスマスソングは何ですか、みんなの中の。待って、クリスマスソングは何、みんなの。クリスマスが今年もやってくる。バックナンバーさん、クリスマス、あーてんてんてん、会えない、会いたいと思う回数が、会えないと痛いこの胸が、All I want to なんだっけ、なんた、Last for Christmas、 私はクリスマスはね、メリクリですね。二人の距離がすごく縮まった気持ちがした、自然に肩が腕が組めて、空見上げた時にコンビニでお茶選んで、当たり前に分け合って、君の腕にくるまれている、ずっと
ない。朝からボアはきつい。いいて大好きな君を見つめてたい。もっと好きな人強く抱きしめなさいと雪は降るの。プリを見た人はみんなその曲特別。おお、めっちゃいい曲だよな、本当に。聞いたかい、ボイス。君を思う。あとは私的には冬の曲とクリスマスソングって違うのよな。あとね、私は去年の曲なんですけど、クリスマスだからなんてそんな理由じゃダメ、愛しい人に会いに行くいいでしょうっていう曲あるんですよ。めっちゃ切なく、めっちゃいい曲じゃない。愛しい人に、誰の、か、うん、坂口、あ、アイリさん。わ、冬の曲だな、雪の花。うわ、雪の花マジに有名ですよね、韓国で。日本でもそうだけど、もちろん。なんだっけ、どういう曲だっけ、雪の花。サビ忘れちゃった、やばい。今日は髪巻いていくレッスンに、なんでか知らんけど、どういう曲だっけ、雪の花。なんだっけ、忘れちゃった。私は冬の曲だったら、ちなみに粉雪。今年最初に、え、なんだっけ、サビは、あ、今年最後の雪の、あ、最初だっけ、わかんない、懐かしい。花は二人寄り添って、この幸せが溢れ出す、名前とか弱さじゃない。言いたい、素直にそう思った。何何、絡まってる、やばい。ちょっと待って。髪が。わあ。髪をちぎったんだけど、今焦げとる。見えない、焦げとる。切るしかないな、これは。ハサミが入っているのでしょうか。絶対入ってない、自信あんな、これ。なんかネジのところに引っかかっちゃったみたい。アイロン変えるか、そろそろ。
チリチリのエピやで、みんな大好き。あとはあれじゃない、粉雪ね、心まで白く、染められたなら、ああ二人の粉雪ねえ、時に心はなんとか、ああああとはなんかあるかな、曲、冬の曲っていい曲ばっかなんよな、まあ夏もそうなんだけど、結局でも冬なんよ。純白の雪の中、咲ける花になれるとしたら、永遠にあなたを待ち続けていたいの。何もかも白雪色の世界なら、私だけ避けるからよ、鏡よ鏡よ、教えてこの世で一番なの人。じゃあ去年の冬この曲聴いたなみたいなのってありますか？私はね、去年の冬はクリスマスエナジーとボアですね。やっぱりメリクリ、ずっとずっと聴いちゃうよね。果てしない、冬に聴いてたの。咲ける花になれるとしたら、全然冬の曲覚えてない。嘘だ。多分ね、冬本番じゃないから。冬になったら冬の曲ってマジ聴きたくなる。夏もまあそうだけど。でもさ、冬になると夏なんて一生来ないと思うんだよね、毎年。でもマジで早く夏になってほしいんだよな、私。冬曲、冬派の人の方が多いのかな、人類って。冬、冬とな、あ、じゃあ夏だったらどっちが好きですか？車持つと冬が嫌いになる。え、なんで冬が好きになるのかと思った。あ、いたいたいた、マジで
だってさ、移動できんじゃん。純白の雪の中。あ、そっか。そうだね、新潟は雪があるからか。確かに。めんどくさってなるわ、それは。忘れてた、新潟に雪が降るの。純白の雪の中。凍結した道路、確かに忘れてました。実家の方はマジで雪降んないかな。てか雪降るのってさ、信じられんよな。普通に夏あんな暑いくせにさ、長岡だと雪すごい。本当に嫌、もう本当に嫌。寒いの、寒いの本当に嫌。痛いじゃないですか、寒さが。新潟って本当にそれマジで嫌だな。どうしよっかな、私生きてけんのかな。寒い時って生きてけんのかな。厳しい気がすんだけどな。厳しい気してんのよな、もう。へえ。こたつ買う。え、こたつ買うの？私、家、実家にもこたつない組なので。こたつ憧れ。こたつは憧れです。私の中での。もう夏がさ終わったらどうしよう。まだ終わってない気でいるけど終わったんだよな。もうバーベキューしたいな、秋に。サンマとか焼いて最高じゃない。キノコとか。こたつで寝ちゃうと体が悪い。そうなの。寝落ちしたことないです。バーベキューとか。秋にしたいね。だって夏は暑いからちょっとなんかあーってなるけど、秋は普通に何も思わん、何も思わんから。純白の雪の中、裂ける花になれるとしたら永遠に。秋にバーベキューしよう。秋にバーベキューしよう、みんなで。秋のバーベキューがなんだかんだ一番最高じゃない。だってそんなことないのかな。でも大体夏だよね、夏といえばバーベキューみたいな。まあ秋にバーベキューしたことないんですけど、焼肉食べたいんで最近。最近焼肉食べたいの。焼肉食べたいね。常に食べたいものだと思ってたけどね、最近は焼肉欲が強いんですよね。そう、だから焼肉が食べたい第一。ヤヒコがライブ終わったら肉行きたいって言ってたよ。何、ライブ終わるまで肉食べないの、あの人。絶対嘘やん。ヤヒ今ダイエット中だと思います。ヤヒ今ダイエット中だと思う。ヤヒさ、ノエのこと大好きなの。ヤヒダイエット中だと思うんだけど、ヤヒってノエのこと大好きなの。
最近ヤヒヌーのこと大好きなのかな。注意したがってます。おかしいけどね、なんか大好きと注意したいって違う気がするんだけど、そんなことないのかな、私だけかな、意味わからんもん。愛情表現がアメリカ、そうだ、文化の違いだった。この前の生誕祭楽しかったな、ヤヒの文化の違いがあって、可愛いですよね。可愛いですね。これでそろそろほどいたらいい感じの感じになるんじゃないかな。ちょっと巻きすぎ。お手紙のよさね。いやー、こちらこそありがとうございます。びっくりしたよ、ヤヒの。いや、書いてくださいって言われたら、私ってなりましたよ。もちろんのことながら、私でいいんですかって思ったけど、可愛いですね。冬は何しようかな。夏は海行ったんで、ヤヒと。冬は何しようかな。ヤヒ何でも行きたいって言うから可愛いなって思います。行きたい。またお腹減った。もうダメや。朝食べたのにフルーツ、お腹減っちゃった。お腹って減るよね。減るよ。朝食べたけどお腹って減るよね。何食べればいいんだ朝って。クッキー食べたい。でも甘いものは今は我慢しようって、だからフルーツだけ食べる。甘いもの一日一袋。だからどうしようかな、何食べようかな。明日はオンラインおしゃべり会ですね。明日やって月曜日で最後なのかな。何着よう、もう服どうしよう。明日よろしく、明日よろしくお願いします。こちらこそ。髪色もね、暗くしたいんだけど、なんかなかなかタイミングがマジでなくていけてないですね。明日で最後。それな、ピエン。マレーシアから来ました。Thank you from Malaysia。ノエが大好きです。だって。Meet you。I love you too。Thank you。 朝はみんなの食べたもの当てたい。お昼さ、みんなで胃袋一緒にしよう。豚肉食べよう、お昼。どう？お昼ご飯豚肉食べません？みんなで。
べよう。胃袋一緒大好きです。タレカツ、タレカツって豚なの？お昼生姜焼き。で、のりはサラダにしゃぶ肉みたいなやつにしようかな。タレカツって豚肉なの？じゃあ豚肉にしよう。みんな豚肉は割とアレンジ何でも効くから、何でも食べれますから。生姜焼きもそうでしょ。スパイスカレー作ってしまった。チキン？うまそうやけどな。でも私カレーがあんまり食べないからな、想像ができないな。ジンジャーピック。生姜焼き。じゃあそうしよう。みんなでお昼はお肉ね。あと、うん、あー、アイス食べたいな。食べないけど。あとは、うん、お昼に飲み物は水がいい。どう？水どう？みんな水はどうなの？私も水好き。じゃあそうしよう。朝はフルーツ、昼はサラダね。私はマジで我慢できるか不安ではあるが、そうします。餃子と水。水餃子や。それは水餃子。いつ豚？お昼だよ。しゃぶサラダ、しゃぶしゃぶサラダ食べることにする。朝足りないんだよな。でもマジで普通に朝しっかり食べたいから、もうちょっとコンビニなんか買ってから行こうかなと思います。日本語が理解できたらいいのに。うん、 I don't speak English. I don't good Englishスピークが no don't sorry。 長崎ちゃんぽん。水で豚しゃぶ。スピークがなかった sorry。 あうん、한국어조금아알았어요아알아알아요가입하마세요와타시아마다아나타아시테마라이시아카나아이하미티유웨이트아미니長崎は今日も雨だった。新潟は今日も晴れです。新潟は今日も晴れです。じゃあみんな、私が鼻歌歌うので、あの曲名当ててください。あ、イントロ、イントロドン。いきます。48グループです。はい、どうですか。これで分かったら難易度3、難易度3。反省そうだ。違います。コイント正解。じゃあ続いていきます。
これなんでしょうか。これは割とむずいけど、3.5ぐらい、星3.5ぐらいですかね。なんだと思う。全然わからんやろ、これ。これ結構むずいですね。もう一回いきます。わかった。順々よろしく、正解。すごい。なんだっけ。あれなんだっけ、忘れちゃった、ちょっと。すごい。順々よろしくです。じゃあ次。そうだよ。だ、いすきだよって始まります。じゃあ次。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。でも合ってるの？いきます。これマジむずいと思います。これは星5。勝ったら天才。正解です。 NGT 楽曲で今攻めてます。じゃあ次。でんでんでん、はい、これは分かる、これは合ってると思います。ああ、分かると思います。で、なんだと思う？わかりますか？わ かりません。難しい。じゃあちょっと長く言ってみます。これもわかるな。これはわかります。でん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 。これは絶対わかる。なんだと思う？わかんない？じゃあもう。ちょっと長くいくね。でん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 。これわかるやろ。絶対わかるやろ。友達で言いましょう。正解。簡単でしょうよ。じゃあ次。はい、いきます。てんてんてん、はい、どう、てんてんてん。これはもうイントロというか、もうまあイントロか。これは分かると思うな。どう、もうしっかり言ってるもんね。だってここ何だと思いますか？わかんない。あ、いないな、わかる人。てんてんてん。
が寝たの。わかりません。じゃあ正解言っていい？これに関してはあとはでって始まるじゃないですか。あとででした。じゃあいきます。いきます。でん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 。はい、どう？これもわかるやろ。でんでんでんで。はい、なんでしょうか。でんでんでんででん。これはマジ簡単。え？わかりません。でんでんでんででん。参加者の少なさね。0点やって何？ドゥン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 。これマジわかんないわけないよ。合ってるもん私曲が間違えてない。でん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 でれてんで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 ん。おーイエイイエー。でん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 。おーイエイイエー。おーイエイイエー。世界に来て。世界難しいかな。じゃあ公演曲にします。つーでんでん。はい、これはこれなんでしょう。でんでんでん。でん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 。公演曲です。ほこりの子正解。じゃあ次いきます。公演曲ね。パルル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 。ああそうだね、確かにパーティーもそうだけど、ブグジャーンブルルプツツツツツツみたいな、ブラーンドラーンツツツツツツツみたいな。これはマジでゲスな夢。正解、ゲスな夢です。ブラーンドラーンツツ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 ツ。てれてててててって入るでしょ。ブラーンドルダンプツツツツツツてれてれてててててれてててててみたいな人っぽいになっちゃった。じゃあ続いて、なんかあるかな。ああ、公演曲にしようかな。じゃあいきます。これもうみんなすぐわかる。
てん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 、はい。サービス問題だよ、みんな答えられないとちょっと厳しいかもな、これは。太田生命かけてほしいな、これに関しては。左腕じゃないよ。もう一回いきます。てんててんてんてん。え、気まずい気まずい。マックスか。どうだ？みんなの回答は？みんなの回答はなんだ？マックス。公演曲じゃないよ。まあもうほぼ公演曲。みんなの回答はなんだ？なんだ？てんててん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 マックスじゃないな、確かマックスだよマックスだよ。てんててん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 、ちょっとその後がね、自信ね。でもイントラてんててんてんてんやんけ、マックスだよ、任せよー。てんててんてんてん。ねえ、マックスだよ。なんか違う。あ、じゃあ分かりました。私が音が外れてたのね。いや、絶マックス。ちょっと確認する。あっとるやっけ、てんててんてんてんってあっとるやっけ。ほらてんててんてんてんあっとるやっけさっきと違うじゃん。はい、じゃあさっきと違いましたじゃあマックスじゃないな、確かな、マックスじゃないやつでした。のぴが曲作っちゃいました。曲作っちゃった、すいません、音痴で。じゃあ最後にこの曲、最後ね、じゃあこの曲ね、じゃあ山ここから出題します。山ここから、これが最後。うんと、おお、いいね、いきます。あ、忘れちゃった忘れちゃった忘れちゃったから、ちょっと待って。はい、いきます。ててんててんてん、はい、これはもう確実にわかる、これはわかるはず。ててんててんてん、これわかるでしょ。山ここから出題ってなったらもうめっちゃわかりやすくないですか。これなんでしょうか。正解、わかりやすくてごめんでした。ててんててんてん、ててんててんてん、ツンツツン、いや張ってたんだ。ツツンツツンチャンツチャンタカタカタン。本当はね、ここにだってテンション入れにしたかったんですけど、ここ点のイントロが分かんなくてやめました。分かりやすくてごめんでした。ということで皆さん本当に今日もありがとうございました。次の配信は夜になるのかな、なのでまたお知らせしますが、ぜひ見に来てください。
ありがとうございます。21時半くらいかな。おやすみなさい、また寝てください。ありがとうございました、朝から1時間半も見に来てくれてありがとう。じゃあまたお会いしましょう。リア頑張ります。バイバイ。ありがとう。